モデルプレスイコール2024年5月24日、ニュースの加藤茂明と俳優の桜田通りが23日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。7年ぶりの再会を果たし、話題を呼んでいる。写真、ニュース加藤茂明、7年ぶり再会、イケメン俳優と仲良しにショット、加藤茂明桜田通、り、7年ぶり再会万年筆のブランドモンブラン。 の展示会に出席した二人。桜田は、以前ドラマ、嫌われる勇気でご一緒させていただいた加藤茂明さんにも久しぶりにお会いすることができましたとドラマ、嫌われる勇気、2017年、で共演した加藤と再会したことを報告した。多岐にわたる活躍をされている加藤さんと、万年筆の神話性。そんな加藤さんとも今回のイベントで再びご一緒させていただけて、非常に光栄です。 ありがとうございましたと感謝を伝え、ストーリーズでの投稿には、冴られる勇気では、青山さんと当時の役名でも呼んでいた。また、加藤もストーリーズにてツーショットを投稿。ドラマ、嫌われる勇気以来7年ぶり、あえて嬉しかったと笑顔の絵文字を添え、互いに再会を喜んでいる様子を見せていた。加藤茂明桜田通り再会ショットに反響二人の再会ショットには、 かっこ良すぎる、最高な二人、再会すごい嬉しい、また共演してほしいなどの声が寄せられている。モデルプレス編集部。